将来の夢は介護をする人になりたいと思いました。皆さんこんにちは。こんにちは。誰？結構序盤で間違ってたよ。でも最初完璧にできました。だから小さい頃の記憶っていうのは意外と忘れにくい。だからおじいちゃんおばあちゃんとどんな話したらいいんだろうなって思った時は、おじいちゃんおばあちゃん昔どんな遊びしてたのとか、昔徳之島ってどういう町だったのって聞いてあげると意外とスラスラ出てくる。昔の記憶は覚えてるから、だからちょっとそれを話のネタにしてください。鹿児島にいるプロの介護士の方々とリモートでおつなぎしています。プロの方々にお話を聞いていこうと思います。リモートです。今日みんなにお話ししてくださるアルテンハイムの方々です。拍手。よろしくお願いします。お願いします。アルテンハイムはですね、今カリアさんの話があったように、主に認知症のお年寄りとか、あとお家で住むことが生活することができない方をお世話して、生涯生活するところであります。気仙町にある老人ホームで85歳のおじいさんが暮らしています。ある日突然おじいさんが自分のお家に帰りたいとおっしゃいました。皆さんならどのような対応や言葉かけをしてあげますか？ありがとうございます。聞こえたかな？みんなこの老人ホームで働いてると思ってください。どう対応しますかっていうのをグループに分かれて考えてもらいたいと思います。今から順番にアルテンハイムの方々に発表していただきたいと思いますが、どこから行きましょう？はい、お、はい、楠本さん発表今からします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、家に帰りたいと言ったら、うん、家族に電話しようかと聞くがいいと思いました。お、素晴らしい。ちょっとせっかくだからもう一個ぐらい行こうか。はい、ね、いっぱい書いてくれてる。家族に電話しようかと聞くと、もう一つ、もう少しで帰れるかもしれないから、あと少しここで待っててがいいと思いました。素晴らしい、ありがとう。ありがとう。お願いします。僕たちは家に帰りたかったらついてきてって言って、老人ホームの家に帰すかすぐに忘れるからトイレに行こうという。いいよ、十分。ありがとう、ありがとう。素晴らしい。いいね。だからついてきてって言ってちょっと散歩するってことかな。ちょっと時間経ってでホームに帰るっていうね。はい、じゃあ次行きましょう。家に帰りたいと言ったらなんで帰りたいのかを先に聞くがいいと思いました。これ全部行こう、全部行こう、全部行こう。帰りたいと言ったら、うん、話をそらしたりすればいいと思いました。お、そして最後、お笑いの YouTube を見させて笑わせるがいいと思いました。素晴らしい、ありがとう。一番最後のやつがいいですね。じゃあ女の子チーム行こう。週に1回おばあちゃんに会う。週に1回おばあちゃんに会う、会いに行く。うん、昔の家でしていたことをみんなでやる。お、
昔家でしていた楽しいことをみんなでやる。毎週おじいちゃんのいる老人ホームに会いに行く。毎週おじいちゃんのいる老人ホームに会いに行く。素晴らしい。ありがとう。ありがとう。はい、というのを踏まえてアルテンハイムの方々にお話を聞いていこうと思います。はい、こちらではこういった意見がありました、はい、お願いします。ありがとうございます。皆さんすごく素晴らしい意見をありがとうございました、はい、では実際僕たちがやってることとかですね、そういう方がいっぱいいらっしゃるので、実際どういうふうにしてるのかを少し皆さんにお伝えしたいと思います。はい、皆さんありがとうございました。私たちアルテンハイムではお家に帰りたいっておっしゃるお年寄りの方たくさんいらっしゃいます。というおじいちゃんおばあちゃんに対して、私たちはやっぱりどうしてこう帰りたいのかなっていうのを、聞いたりして、そのおじいちゃんおばあちゃんがしたいことをアルテンハイムでできるようにしたり、あとやっぱりお家に帰りたいって寂しい気持ちもたくさんあると思うので、ご家族の方に電話をして会いに来てもらったりしています。あとご家族の方に昔好きだったこと、していたことを聞いて、そういう楽しいことをしていたお話を、昔していたことのお話をしたりするととても喜ばれて、すごくいろいろ私たちに教えてくださいます。あと皆さんの中で僕たちが取り入れること、取り入れてなかったのがやっぱりお笑いの話をするとか動画を見るとか笑いを持っていくっていうのがですね、今までなかったので、そういうのをぜひ取り入れて、もし僕らも困ったことがあったら、あの家族に電話と刈谷さんにも電話をして笑わせてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。今後ともおじいちゃんおばあちゃんに優しく楽しく接してあげてください。そういったところで今日の認知症介護の授業はここで終わりとさせていただきます。紹介してくれたのは僕刈谷武宏とアルテンハイムの方々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑顔で優しく接しようと思いました。なんで芸能人になったのかなと思いました。おじいちゃんおばあちゃんを優しくしてあげたいと思いました。将来の夢は介護をする人になりたいと思いました。